黒い風に連れて行かれた子はね、ずっと列車墓場をさまようんだって。かくれんぼ、誰かに見つけてほしくてずっと待ってたのかな。あ、何の話だ。戻ってクレーンを動かそう。列車墓場に迷い込むと二度と戻ってこられないか。捕まってたら危なかったのかな。捕まってるのはあの子たちかも。その話はもう。帰れない原因、それだったら。行ってみよう。やったね。うん、早く外へ。これ あの子。マリン。でね、黒い風に連れて行かれた子はね、ずっと列車墓場をさまようんだって。危ないからティファも絶対に近づいちゃダメだよ。うん、わかった。それでね、昨日はベティがね、お父さんと。父ちゃん、遅いね。そうだね、今日は帰ってこれないかも。マリン、あのね、早く七番街に帰らないと。ティファ、平気か？うん、さあ行こう。回ってる。向こう側に行けるかな。片付けるぞ。ごめん、急いでるの。狙うぞ。やっ、見極め、やっ、やっ、こちら、どけ、けん、当てる、舞い上がれ。こんなとここそ集中。かっ、行くよ。覚悟はいい。
が塞がれてる。あと少しのはずなのに。あ、ねえ、列車動かせないかな。調べてみよう。読みが当たったな。まだ動きそうだ。やったね。大丈夫？解放の緊急コールや。覚えてね。はいはい、いつでも落とせるぞ。そうだな。おい、あんま飛ばしすぎんなよ。今やっちまったら元も子も。状況報告して。何か問題か。逆逆、奴ら支柱と心中する気だぞと。空気の空洞記念か。公園部隊を支配して、役所は多い方が盛り上がるだろう。役所ね。任務の完了報告を忘れるな。ディファ、計画は本当だったんだ。バレットたちが簡単にやられるはずがない。うん、7番街はもうすぐ。行こう。うん、お願い、間に合って。急ごう。ああ、風に連れて行かれた子はね、ずーっと列車墓場をさまようんだって。君が守ってくれたの？
長。抜いて、そこ。
任せるね。やってやる。来ないで。当てる。決める。すごい。またね。